さて、はい、ここからですね、直美さんに加えてこの青森りんごで別品倍増計画についていろいろお話伺ってまいりたいと思うのですが、一人ではやっぱ心細いと寂しいです。いうことでございまして、さらにこのプロジェクトを盛り上げてくれる方々、サポーターの皆さんを呼んでおります。この方々です。どうぞ。誰？さあ、まずは僕の相方ラフレクランのキョン、よろしくお願いいたします。皆様、そして村岡、お久しぶりでございます。師匠、ありがとうございます。皆様、すごいメンバーじゃないですか。芸能人です。さあ、まずは、はい、こちらから自己紹介を。あ、よろしいでしょうか。あのアナウンサーの相方をやらせていただいております、キョンと申します。よろしくお願いします。はい、キョンでございます。ありがとうございます、皆様。さあ、そして、はい、そして横澤夏子と申します。よろしくお願いします。横澤夏子さん。さあ、そして皆様、お忙しい中駆けつけてくださいました。でん、いきなりいただきました。すごい爆音。師匠さん、音がすごい。師匠、羽振りがありましたけども。ありがとうございます。なかなか見れない。はい、さあ、ということで、はい、お三方にもお集まりいただきました。まずは、ね、豪華ですよね。ありがとうございます。キョンさん、ちょっと肩身狭いでしょ、あなた。え、そうですかね。そうですかね、じゃなくて、はい、僕のフィールドです、これは。そうですか。普段はリンゴ食べますか、相方。え、何ですか。リンゴは食べますか。リンゴ、僕めちゃめちゃ食べます。あ、そうなの。実家に帰ると、あの仏壇に 100% の確率でリンゴあるんで。あ、はい、そっかそっか。もう先祖に手を合わせてリンゴ取ってますね。ですよ、先祖に手を合わせて。あんまりやめた方がいいですよ、それは。いただいてます、僕は。あ、そうなんですね。はい、なんかこうリンゴに関する知識とかありますか、今日。リンゴはなんかあれですよね、なんか赤いらしいっすね。うん、あ、それみんなそうです。あ、そうですか。知ってますよ。でも今黄色いリンゴもあるんですよ、さっきミスリンゴも。そう、美味しい黄色いリンゴね、ミスリンゴね。余計なこと言わないの。どこ怒ってんだお前。さあ、そして夏子さんは、はい、どうですか、リンゴとの。もうね、リンゴはね、お家でコンポートにしたりだとか。あら、ちょっとね、いい女ぶってね、ちょっといい、そう、コンポートでね、アイスのけちゃったりとかして、とっても幸せなね、女子力高めで。そうです、リンゴね、おしゃれなことしてますね。夏子さん、ちょっとリンゴ色とは遠い服です。ちょっとね、赤をイメージしてきて、ちょっと古ぼけたリンゴになっちゃって。すごい濁ってますよね。ちょっと濁っちゃいましたから。笑い方がうるさいですね。もう本当に、よろしくお願いします。はい、さあ、そして庄司師匠、いかがですか、はい、リンゴ。あ、もう私はね、もう冷蔵庫開けたらもうリンゴリンゴリンゴ。もう洗濯機開けたらリンゴリンゴリンゴ。何でしょう、もう洗っちゃダメです。下駄箱開けたらリンゴリンゴリンゴって。もうリンゴしか置いてませんね。見えすぎた嘘やめてください、師匠。本当にリンゴ大好きでございますんで。あ、そうですか。はい、師匠、じゃあよく召し上がりますか、師匠。何ですか。リンゴをよく召し上がりますか。え、もうあのほとんど3食リンゴです。3食リンゴ。師匠さん、先ほどお弁当を召し上がってたでしょ、師匠。すいません、違います。米とリンゴです。あ、米とリンゴで、主食は米とリンゴだそうです、村上庄司長。食べないですよね、そんなね。はい、会長、でも3食リンゴ。毎日毎日、3食は食べないけど毎日食べてます。毎日食べてる、はい、やっぱ好きなんだね、みんなね。え、会長、本当ですか、3食リンゴなわけ。え、いや、ま、いや、1日1個はいい。1日1個は、1個はね、さすがに3食は、ね、大人の返しされました。大人の返しをされました。さあ、ということで、はい、今日はリンゴが大好き、皆さん集まっていただきましたので、大好き、はい、香川会長とですね、青森りんごで別品倍増計画のお話もざっくばらんに、はい、今日はこの座談会ではないですけど立ってますけども、はい、お話いただきたいと思います。香川会長、お願いします。いいですか。はい、まあ、なんか質問ございます。え、いきなりですね。会長、会長、会長から質問だと。会長からお願いします。座談会でいきなり質問はないですよ。会長、質問してもよろしいですか。はい、会長、メガネはどこでから買ったんでございます。関係ない質問やめてください。メガネはいらない。メガネですか。伊藤洋華堂。伊藤洋華堂。会長も言わなくていいんですよ。さすが会長、トークも抜群。こう健康と美容についてとかね、会長ありますね。先ほども言いましたようにね、1日1個は医者を遠ざける、はい、これはですね、女性の方は特に便秘とかそういうのがあるんですけども、はい、リンゴはそれに非常にその効果的です。ほう、私の場合は、リンゴとヨーグルトをコラボして、毎日いただいてます。それ体に良さそうですね。それにですね、エゴマオイル、オリーブオイルを足して、はあ、こういうツヤツヤっていう香り。あ、確かに肌ツヤツヤだもん。肌年齢がすごい若いですね。半分汗ですけど。え、なんか聞こえなかったです。あの半分汗っていうボケだから。聞いておいてください、会長のボケを。会長のマイクだけ小さいのがちょっとそうなんですよ。ツルツル、これやっぱりリンゴのおかげですか。そうですよ、本当本当。だって女性陣
リンゴを食べると、はい、美白だそうです。肌が白くなる。美白になる。え、白くなりたいよ。ナムさん結構白いですけどね。いや、もっと白くなりたいよね。そうですよ。今年の夏焼けちゃったから。ね、会長、聞いた話によりますと、あのリンゴをこう皮ごと食べるなんて。そうですよ。リンゴは皮のところに栄養がある、はい、皆さん知ってました？知らなかったですね。知らなかったです。知らなかった。だいたい皮むくんですね。皮ごと食べてるお客様いらっしゃいますか？普段皮ごと食べてるよ。結構いらっしゃいますね。あ、でもまだまだね、伝わってないですね。そうですね。それで皮ごと食べてるお客さん手挙げた人、みんなやっぱ肌綺麗やわ。さすが師匠、さすがでございます。お若いし。お若いしね、はい、食べていきましょう。そうなんですよ。でもまだまだ知らない方いますから、直美さん広めてくださいね、これからね。広めます、絶対に広めます。そうですよ。え、ちなみにあのどういったこう成分とか、会長、その司会の方がさっき言ったんですけど、うん、ポリフェノールがいっぱい入ってます。ポリフェノールですよ、美白成分ね。ですからやっぱり若さの秘訣って言いますか、うん、それがやっぱりリンゴの成分の中にはいっぱい入ってる。確かにもう会長本当にお若いですもんね。本当にお若いですよね。おいくつなんですか会長？お前ストレートに聞くな。それはないわ。そんなそれはね、ちょっとそんなことないと思うので、うんうんうん、ほんまよ。ほんまよ。見たらありがとうございます。あ、会長ありがとうございますね。本当ですよね。すごい。おいくつなんですか？38。38? またまたこれは言い過ぎでしょ。そういうのはこっちの仕事、ね、リンゴギャグです。リンゴギャグね。リンゴギャグ、今のはリンゴギャグですよ。でも皆様皮ごと食べてました？私食べてた。あ、本当食べてた人。じゃあ食べてました。食べてないね。キョンさんと庄司師匠と夏子さんは。僕はもう全部何全部皮ごと食べてます。全部リンゴだけじゃなくてバナナも全部皮ごと。ダメです。バナナの皮やめてた方がいいの。やめといた方がいいです。すみません。いや、でもリンゴ食べるとそんなに体っていうかはよく良いというのがちょっと知らなかった。知らなかったです。はい。そう。そうなんですよね。あのリンゴの皮っていうのは結構邪魔なんですよね。後ほどあの皮が邪魔じゃない食べ方をご紹介します。なるほどなるほどなるほど。なるほどね。びっくりしました。びっくりしました。で、ね、香川会長がいきなりリンゴの皮邪魔なんだよっていう。違いますよね。やめてください。邪魔かと思いきや。怖かったよ。実はそうなんですよ。全然そんな見方があるらしいですね。